今日午後、福岡市中央区で開かれた福岡地理学会で、九州大学の菅博信教授は、能登半島沖の調査速報を発表し、輪島港周辺には大きな障害物がなく、漁船の航行に必要な推進があったことを明らかにしました。また、輪島市沖の水深15メートルでは、岩盤の破断面に沿って気体が湧き出るなど、少なくとも3列にわたって気体が湧き出ていることを確認したということです。硫黄の匂いはしません。それから周りの生物層が変わらないんですね。ですから特段有害なもののようには見えないです。機体の成分は分析中で、球大は来月以降改めて海底の調査を行う予定です。